自転車活用推進研究会は、日本の特定非営利活動法人で、都市交通における自転車の市民権の回復を掲げ、内外の自転車政策の現状を調査、研究、日本における総合的自転車政策確立のための提言を行っている。2000年9月に任意団体として発足し、2006年7月12日に特定非営利活動法人として、 東京都の認証を受けた。略称自活権、NPO 自活権。研究者、自転車愛好者、マスコミ関係者、NPO 関係者、自転車業界人らが参加し、会費と寄付、事業委託によって運営されている。1999年2月に発足した国会における超党派の議員連盟、自転車活用推進議員連盟と密接に連携しており、 その諮問機関としての側面もある。歩行者、車と分離された安全な自転車走行空間の確保駅前及び中心市街地における駐輪空間の確保環境、健康、交通、経済面で優れた交通手段である自転車の正しい利用法の普及自転車通勤の奨励とそれを支援する制度の 確率促進自転車活用政策の立案とその実行への提案、低減自転車利用者の交流を深め、利用者の意見を集約、政策に反映自転車利用者自身による法律遵守など、自転車社会にふさわしい環境整備、NPO 法人化初年度2006年度は、警察庁が道路交通法改正で打ち出した自転車の 歩道通行拡大への反対運動が最大のテーマとなった。また自転車の活用に積極的な自治体との共同を目指す。ありがとうございます。